名古屋市の児童センターきらりで親子音楽会が3日に開かれました。この音楽会は社会福祉協議会と音楽療法士が企画したもので、障害のあるなしにかかわらず誰でも楽しめることをはじめ、ルールを設けないことを大切にしているそうです。好きな楽器で一緒に演奏したいという子は演奏を、マイクを持って話したいという子は司会のお手伝いをするなど、それぞれが自由に音楽会に参加しました。この音楽会なら来やすいと話す保護者もいて、リラックスした様子で一緒に歌やダンス、明かりの演出を楽しんでいました。他に北名古屋市の地名を歌詞に取り入れた歌の合唱や、近所のおすすめ場所の紹介コーナーなどもあり、参加した人たちは交流を深めていました。担当者は親子一緒で参加できるので、ぜひ一緒に楽しんでほしいと話していました。本当に自由におもちゃとか楽器を触れたので、なかなか珍しい会だと思います。楽しかったんだけ。地域の付き合いが、音楽を通して深まるんじゃないかなとは思ってます。